配信言語が決まりましたね。今回はこちらのね、お手本を見て電話を書いてみたいと思います。いやー、書けるかな。まあ習字を習ってるとはいえうまくなくてまだまだ全然下手な方なんですよ。でも今回ちょうど言語が変わるということでチャレンジしていきたいと思います。チャラチャラチャラチャ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 ラ。ではね、書いていきます。まああんまりねちょっと集中して喋れないかもしれないんですけど、はい、書いていきます。はい、では書いていきます。電話か。難しいよね、結構。あ、やばい、長すぎた。本当はね、ここまでだったね。ちょっとこの分長かったかもしれない。いやー、令和の書いたんですけど、いや、すごい予想以上に大きかったですすごい予想以上に大きかった令が。じゃあ次はを書いていきます。あー、令和書いたんですけど、ちょっとね1枚目は下手すぎて見せられないです。はい、ちょっとね2枚目書いていきます。では2枚目書いていきますはい、では書いていきます。ちょっとなーって感じかな。ちょっと令和の片身のみたいなとこがすごい下手です。ど下手です。もう無理なんだけど。全然うまく書けない。やばいんだけど、もうやだ。いや、書けたんですけども本当に下手すぎて見せられないほど下手です。1枚目の方が下手だったんですけど、書き始めはやっぱりすごく下手です。もうやだ、下手すぎて自信なくすわ。一応見せますけど一瞬。はい、こんな感じです。もうこの刀みたいなところがねすごいに失敗しました。あとはもう全部失敗しました。もうやだ、全然うまくいかない。では書いていきます。割れると全然綺麗に描けないんですよ。ああ、すぐ割れる、本当に。き終わりました。例は少しうまくいった感じなんですけど、和がね、ちょっとねって感じです。はい、こんな感じですね。例は。ママはいいと思うよ。じゃあこれにしましょう。はい。ではちょっともう一回見せてください。ちょっと立てて。例が結構うまくいったかもしれない。はい、こちら令和でございます。書きました。ママでさえこんな感じで書けないよ。もし？うん。ママに勝った。はい、今日はこんな感じで新しい言語を書いてみました。さやちゃんがね、下手って思う方もいると思うんですが、前に習字でやった動画を出したことがあって、その時はなんか筆をもうちょっと上を持った方がいいとか、立てて持った方がいいとかね、コメントをたくさんいただいたんですが、いつも読まさせていただいてます。ありがとうございます。はい、なんかハピバニはまだっていうかこれから先もわかんないんですけど、コメントの方がまだ見ることもできるし、書いていただくこともできるので、これからもコメント待ってます。それではまた見てね。バイバーイ。